おはようございます。元彼というか、彼氏って言いたくないような状態の方がいたんだけども、台風で洗濯機が壊れて、洗濯機外付けの家でして、洗濯機が壊れたのを私のせいにされて、でも私洗濯機壊れたままの2週間ずっと手で絞ってやってて、もう実家に帰って壊れているというか使い方がわからないっていう電話があったけれども、もう顔も合わせたくなくて自分の服だけは取り出して全部運んでいた状態だったので、それはごめんっていう気持ちもあったけど、ガス止められたりもしたけど、そのガスの人にあなたの体で払ってもいいんですよとか言われて脅されたりっていうのもあって、やっぱりその家にいるのがもう怖かったし、その人といなきゃいけないのも嫌だったのよね、すごくね。だから逃げたんだけども、しかもなんか奨学金の返済を長くしてその金額を減らしてもらってる割に新しい楽譜を買ったりとかしてて、ガス代は払ってないのに楽譜は買うんかいって思って、ゆかりはそこでプッチンってきてイライラしてっていうことがあったなって思って、なんかでも子供が2人いるからなんたらかんたらとかも言っとったけど、やっぱりそれ後出しだし知らないしって思って、なんか男の人信用してないところはあるんだけれども、普通に言ってくれたりとか、なんかもうそういうの全部落ち着いてる人と恋愛っていうか、まず友達からかね、ご飯だけでも一緒しましょうとか言う人とかいたらいいなって思うけど、こんなデブだしなって思ったりもするんだよねっていう感じ。 Vlog だけどあげとくね。